いやー、久しぶりに雨が上がったよ。なんかね、ここんとこね、ずーっと雨降り続いてたんだよね。とにかくね、ここ関東は8月に入ってから毎日雨降ってましたね。まあもちろんね、晴れた日もあったんだけど、そういう時でも必ずね、1回はね、雨が降りました。でもね、今日はね、今はね、雨上がってます。でもね、さっきまでね、小雨ぱらついてたんだよ。でもね、そんな天気の影響かね、ここ何日かはね、涼しいです。すごく涼しくて過ごしやすいです。でもやっぱね、かわいそうなのはね、夏休みが1ヶ月しかない小学生とか中学生高校生だよな。だってさ、もうさ、夏休みの半分終わっちゃったんだよ。それでずっと雨だからな。でもね、私は夏休み4ヶ月あるからな、全然 OK なんだけど。じゃあだな、今日はここでだ、ここでな、ハゼ釣り訓練やってみようじゃねえな。でもなんか濁ってんな、雨降ってたからな、ずっとな。釣れんのかな、こんなんで。なんかあそこで釣ってる人いるけど、あの人たちはみんなハゼだろ。え、一応釣れてんのかな。じゃあ私もね、この辺で、ほら、いっぱいいるよ、あそこにもいる。この辺でな、ハゼ釣り訓練をしてみようと思う。じゃあ今日は私はこの辺りでやるか。この前はな、シーバスロットでやったけど、ここね、結構ね、シーバスロット使いづるんだよな、こんな場所だから。今日はね、3.6 メーターの手竿、天から竿で釣ってみようと思います。お、お、お、早速なんか当たった当たった当たった。お、釣れたよ、釣れた。あ、外れた。なんかでも当たったな、今な。グッと、なんかはいるな、この濁った水の中に。お、またなんかを持って持ってくる。それ合わせ。お、釣れた釣れた釣れた。なんだ、ネズミか、ネズミか。なんだ、お、魚だ。なんか結構でかいよ、これ。ほら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 、ハゼじゃねえだろお前。なんだよお前。ああ、シーバスだ、シーバスの子供だ。やっぱりお前かよ、ハゼの引きじゃなかったもんな。出たよ、チキショウ。おお、またなんか、またなんかがかかりました。なんだ、今度はなんだ。お、今度はマハゼだよ。やったよ、やりました、やったぜ。なんかね、こう岸近くでね、ちょっとね、誘いをかけた方が当たりが出やすいみたいな、そんな感じがするな。なんか当たりが出るな、誘いをかけると。やっぱね、岸近くだな、岸近くのこのなんか斜面のところで当たりが出るみたいだよ。この斜面のね、延長線上の水中で。おお、かかった、かかった、かかりました。うわ、やったよ、またマハゼです、やりました。やったよ、私の誘いに乗ってくれてありがとう、誘った甲斐があったよ。またなんか俺の誘いに乗ってるやつがいる。空合わせ。お、かかった、かかった、かかった。お、なんだ、ハゼじゃない、なんだこいつ。ああ、お、お前まさか、まさか、まさか脳幹の死者。ちょっと早いんじゃないのお前。これってお前、にごいの子供だろう。なんだよお前、お前なんか誘ってねえよ、帰れ、お前なんか誘ってねえよ。お、なんかが当たりがある、なんかが餌を食ってるな。俺の誘いに乗ってこようとしてるやつがいる。空合わせ。おっしゃ、釣れた、かかりました。こうやって、おー、釣れた釣れた釣れた、マハゼです、やりました。またマハゼが釣れました。それもほら見てくれよ、いつの間にか針が2本に、2本針になっております。なんということでしょう、欲張りな釣り人は針の数を増やしていたのでありました。一本針よりは二本針の方が倍釣れるかなと思ってな。じゃあよ、3本針にすれば3倍釣れるし、4本針なら4倍だろう、で5本針だったら5倍だろってなるんだけど、まあな、そこのところはな、計算通りにならないのが釣りなんだよな。でもな、動画ネタに困ったら、そうだな、100本針でもやってみるかな。おっしゃ、また誘いに乗ってきた。そら、おお、釣れた釣れた、釣れました。お、お、お、おっしゃおっしゃ、お、でかい、これはでかいぞ。まあまあの方のハゼが釣れました。
それにしてもね、日本バリにしたからといって2匹いっぺんにはね連れてこないね。でもね、確実に当たりは増えてきましたよ。なんかね、その後ね、ニゴイの子供しかね連れてこないよ。あとシーバスの子供、ハゼがどういうわけだかね、あまり連れてこないんだよね。それになんかね、こっち岸ってね、流れの関係なのか泡が多いね。で、向こう岸見るとさ、結構泡ないんだよね。やっぱ流れの関係かな。ちょっと向こう岸に移動してみますか。おー、ほらね、こっち岸はあんまり泡がないよ。なんかこっち岸の方がいいかな。おー、見てくれよ、早速マハゼが釣れたよ。やっぱりね、新天地は弦がいいぜ。よっしゃ、また誘い乗ってきた。よっしゃ、釣れた。お、やったよ、見てくれよ、2匹だよ。日本針の効果がいかんなく発揮されております。見てくれよ、日本針だからこそできる2連掛け、やりました、達成です。現在3時31分。なんかね、もうね、ほら、さっき来た時にいた釣り人はね、みんないなくなっちゃったよ。もう釣れない時間になっちゃったのかな。今日はね、若潮で、午後からはね、確か満潮のままあまり潮が動かないはずなんだよね。だから今でもね、ほら、来た時とそんなに変わらないんだけど、なんかね、ちょっと当たりが遠のいたね。じゃあちょっとな、本流の方にね、こう出てみてだな。こっちの方で竿出してみましょう。じゃあこの辺りな。なんかね、当たりないね。やっぱね、この中の方がいいみたい。じゃあな、この真ん中辺はどうかな。今ちょうど本流と奥の真ん中辺な。これでちょっと出してみるか。そら、ダメだな、当たりは皆無。やっぱりね、この一番奥のあそこの部分が一番いいみたいだね。おお、ほら、お、釣れた釣れた。やっぱここの方が釣れるよ。釣れる釣れる。うわー、なんだ、出たよ、シーバスの子供だ。じゃあな、君が今日の農館の使者ということで、これにて釣りは終わりにしましょう。そら、でね、今日の私の釣果はと言いますと、これだよ、ほらね、大して釣れなかったな。まあしょうがねえか。はーい、今回持ち帰った釣果はこれ、マハゼ12匹です。一応ね、つぬけできました。なんとかつぬけできましたよ。本当はね、今日はね、手竿でもってね、もっとバンバン釣り上げる予定だったんだけどね。前回みたいにね、住んでればな、結構な密釣りができたんだろうけど、今日はな、あんだけ濁ってたからな、しょうがねえな。まだね、生きてるやつもね、結構いますよ、ほらね。じゃあな、今日はこいつらをだな、何にしようかというと、まあ大きめのやつをだな、塩焼きにして食ってみようじゃねえのね。ハゼの塩焼きってあんまりやらないよね。でも私は今回はやってみようと思います。なぜならば、もう料理作るのめんどくさいから、今日はね。だからちゃちゃっと塩焼きにしてみようと思います。じゃあね、この大きめのやつをね、3匹ぐらい塩焼きにしますか。大きめといってもね、まあちょっとちっちゃいんだけど、でもその中で、まあ一番大きそうなやつ、この3匹な。
これを塩焼きにしてみましょう。じゃあそうと決まればね、まずは鱗を落としていきましょう。取り去った鱗は流水でよく洗い流しましょう。鱗を洗い流したら、次はこの調理バサミで腹を裂いて腹綿を取り出します。腹綿を取り除いた後の腹の中は流水できれいに洗いましょう。はい、これで3匹お腹の中もこうきれいになりました。そしたらね、あとはね、これに塩を振って焼けばいいんだけどね、ハゼちっちゃいからね、網の上で焼くと網にくっついてさ、なんか身がなくなっちゃいそうなんで、今回はね、この焦げ付き防止のアルミホイルを使って焼くことにします。それでこちらの3匹、これがね、塩を振りました、塩焼き用です。それで残りのやつはね、これは塩をつけないでそのまま焼いてみようと思います。いわゆる素焼きね。それで素焼きにした後に、そうだな、なんかの料理に応用してみようと思うんですけど、こっちの方はね、今回の料理コーナーでは紹介はいたしません。はい、できました。見てくださいよこれ。今日のも一段とチープだね。実にチープだよ。でもいつも言っちゃうけどさ、釣り人の晩酌なんていうのはね、このぐらいチープな方がいいんだよ。だってさ、自分で釣ってきた魚だよ。チープだって美味しいに決まってるよ。それにさ、見てくれよ。今日のほら、これ。お飾りなんだけどね。これね、今日釣りをした河原にいっぱい生えてたの。なんかね、ススキの仲間だね。普通のススキじゃないけど。でもさ、ほら、もう穂が出てんだよ。もう秋だよ。ねえ。なんかさ、河原はすっかり秋の風情でしたよ。じゃあな、今日はチープだけど、ちょっと秋の風情が漂っているこの塩焼きを食ってみましょう。ほら、なんかさ、皮目に脂が乗ってて美味しそうだよね。これはね、もうちっちゃいからね、骨を出して食うとかなんとかじゃなくて、頭だけ残して、あとは全部ガブっていった方がいいのかもしんないな。じゃあな、まずはこれから行くか。これほら。ね？焼き上がりの形もさ、結構みんなそれぞれこうなんかさ、生きてる時みたいな格好になってくれたんだよ。別に俺がしたわけじゃないんだよ。こいつらが勝手にこういう風な格好になって焼き上がったんだよ。じゃあな、こいつ、行けます！お、骨、ね、うまい、うまいよ。骨ね、柔らかい。結構ハゼって骨柔らかいんだね。うん、うまいうまい。じゃあな、今度はこの頭もいっちまうか。ちょっとな、参考のために頭をガブッといってみます。いきます。お、これね、食えるよ。全部食える。すごい。なんかね、ハゼって美味しいよ。ものすごく。おいちい。はい、今日もおいちい不安のサービスのために強引においちい言っちゃいましたね。じゃあな、おいちいを言ったとこで、ここらでお酒といきますか。お酒とくれば日本酒でしょって感じで、今日はほら見てくれ。スズロ。な？白鹿。まあ白鹿っていうのも有名だよな。スズロ。これをな、買ってきたんだよ。買ってきましたよ、私。ね。ほいで、瓶のまま冷蔵庫に入れて冷やしときました。今日はな、これを行こうと思うんだけどな、冷酒で。でな、なんでスズロ買ってきたのかっていうと、これほら、季節限定って書いてあるんでしょ？まあ、季節限定だからっていうのもあるのかもしれないけど、実際にはそうじゃねえんだよな。季節限定っていう、そういうわけじゃないんだけど、なんで買ってきたかっていうのはな、まあ、秘密だ。言いたくないというか、これは秘密であります。じゃあな、このスズロ限定オリジナルグラスでいきますか。おっしゃー、それではいただきます。
オリジナルグラスで飲むスズロは最高だぜ。いやー、このスズロなかなかコクがあって美味しいですよ。でね、ちょっと話が変わっちゃいますけどね、おまけっていうのはごませっていう言葉とほとんど意味が同じというか同義語かな。え、それにしてもね、今日はね、曇天、曇り空でもってね、涼しくてなかなか快適な釣りができました。前回はさ、カンカン照りだったでしょ。もう蒼天のハゼ釣り訓練だったもんな。でも今回は曇り空、曇天のハゼ釣り訓練でした。ということはだよ、順番から言って次回は、え、雨天のハゼ釣り訓練？やだよー。